DAW レッスンの鈴木です堀田ですすトークこの番組は DW レッスンの講師陣2人が DWDTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなので皆様の音楽制作をサポートするサービスです YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますので是非チェックをお願いいたしますということでですねうん実は今ライブ配信明けでございましてはい なななんんか変なテンンションなんですけど <laughs> 皆様大変お疲れ様でしたというところですよね。<laughs> はい、少し前に5月5日ですね、うん、撮ってるの5日なんですけれども YouTube であの皆様からアニソン風の楽曲を作って送ってくださいみたいな企画をやっておりまして、うん、それの発表会ライブみたいなのをやらせていただいたんですけれども合計30曲。ね、すごかったですね完成度もすごかったのでんかね曲作りたいね欲っていうのは。 こういうい時になんか湧いてきませんんかなこれ一人で仕事でやってると「うん、ああもうやだやだやだ」やだってなる時も <laughs> <laughs> れてるな <laughs> <laughs> ないことはないですけれどもうん、うん、やっぱこうやってなんか外的刺激があるとやりてえなーみたいになるよねっていう。 そんんななテンンショででお送りすする今回なんですけれどもまあこういうテンションの時は良くないよっていうのも含めた関係者ネタなんですけれども「機材を買う時選ぶ時これを基準にしてますよ」とか「こういうところを見ていいね悪いね買うよ」とかっていうのを決めているのかみたいなテーマでちょっとお話ししてみたいと思うんですけれども。 そのプラグイン的な意味合いとお店に行って実機を試すってまたちょっとベクトル違うと思うんですけれどもまずはちょっとプラグインの方からいきましょうか。プラグイン。うんなんかいっぱいあるじゃないですか。あるね。る <laughs> いっぱいあるじゃないですかって雑談なみたいな感じですけどうん、うん、めちゃめちゃあるよね。はい、結構そのデモ版とかで試す人ですか試す時と。うん 先に YouTube とか見ててううんうん、うん、でこの感じは必要なものだっていうふうに判断した場合はノールックで行く時の方がでかいかもしれない迷ってる時はデモするかな。なるほどね。大概、うん、必要なものを探しているので、うん、なんだろうこれが今足りないなみたいなやつとかっていうのを見てるからあんまり迷わないかもしれない。買ううって決めたら、うん、あーなるほどね、うん なんで、まあ、リバーブとかだったりとかするとさすがに自分で、はい、自分の環境の中に落とし込んでどうこうしたいとか分かんないもんね分かんない分かんない、うん、なので値段が高くなっていければ全くほどデモはするかもね確かにでもああそうですね,ね<ー>音源とかはデモがないじゃないですかやっぱり、うん、ないないなので、うん、そのメーカーを信じてるかっていうのが私の中で一個基準なんですようん いい悪いではなくて相性がいいなっていうのメーカーってないですかうん、うん、ああうちでう UVI みたいな気持ちだよね多分うんそのんだろうちょっと好きな感じが多いとかさと、ま、そうですそうです周りとの評判とかっていうよりかは、うん、自分との相性がいいというか自分が好きな質感とかキャラクターのケースメーカーってあるじゃないですかあるあるそのメーカーのものってどのかどのジャンルに行ってもって言ったらいいですかね、うん、そんなに好みから外さないじゃないですか なので何周り迷わず買えるんですよね私そこうんなるほどねごひいきさん的な感じの考え方ですどっちかというとそう,ですそうですねうん、うん、そうですねなんですけど聞いたことのないメーカーとかは、うん、ちょっとやっぱり警戒するところは正直ありますねあそっかそっか確かにね、うん、特かに割と王道好きだもんねだってね。うんってわけではないんですけど うん、なんて言ったらいいでしょうね例えば、うん、ピアノとかドラム音源ってめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか他のストリングスもそうですけれどもなんですけど音色によってはものすごく好みがはっきりと出るパート、うん、で、まあ、その分音源多いでしょそ,うだ、ね、その時になんか直感で初めて聞くメーカーで行って、うん、勝率があんまり高くないんですよ私。 <laughs> 勝率 <laughs> まあまあ言うてることはわかりますわうんうん、うん、ななんかね打率低くてそこなのでちょっと冷静になって、うん、まあそのメーカーの動画とかサウンドクラウドとかデモであったりするじゃないですか大体はまず信じないですねうん <laughs> まず信じなくて、うん、普通にウォークスルー的なやつを見ちゃうちゃんと。 はそそかかなりりしっかり見ますねねうだねメーカーのなんかどうやっているかってやつを見るけど基本的にそのねプロダクトレビューじゃないけどこういう風になっているっていうことを見るよ、ね、デモマジックにかからないためのってことでしょ言ってるのにそう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 そ,うそ,う、うん、それはすごく伝わるそれもあっうちもそうしてると思うあとなんかそのオケの中で聞いたらすごいいいけど、うん、単体で聞いたらおやってこともあるじゃないですかあるこれはイーストウェストで僕はよく食らってたと思う <laughs> 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 あそこのデモのクオリティ高いですからね <laughs>。いやなかなかですよ <laughs> <laughs>、まあ。っていうのもあるのでうん、うん、割と音源系はそういう選び方ですかね。うん,うん。うんうん、まあそっかそっか。っかエフェクト系もまあね周りの評判やつは割とノールックで買っちゃう傾向がありますね、うん、エフェクトは。ああそう,なんだうちはんだろうな。どういう時に買うかな。自分がが欲しかった実機そ、うんうん、それこそあの ナイフオオーディオととかかのソーマとか最近入れたんですけどあれとかもナイフが好きだから行ったっていうのはあるよね、うん、でもまあそれがそのままそのもまなのかどうかってことに対してめちゃく信じてるとかではなくて「うんうん、<laughs> あソーマだいいな」とか <laughs> そういうので行 <laughs> ったりするのはある <laughs> アメックのチャンストとかもそうで「<laughs> あアメックのチャンストだ」っつって。 うんうん、2098よかったからきっと今回のやつもいいぞきっとみたいな気持ちで言ったりとか <laughs> そういうなんか連番がいいじゃないですけど連想がいいじゃないですけどそういうふうにするのはあるかな、うん、じゃあちょっと今の関係で意地悪な質問していいですか、うん、どうぞどうぞ今アメックの話があったじゃないですかうん、うん、それプラグインアライアンスから出ているけれども、うん、それを聞いたことがないメーカーが出したらどう思いますどうかねちょっと身構えない 身構えるかっていうか多分 PA の値段帯だから買うかっていうのもあるかもしれないようちだったら例えば他の全然知らないメーカーで3万って言われて、うんうん、アメックって言われたら多分買わないわあでも最高の三3万円のプラグインってあんまないじゃないヒッ、ね、トで 1>, 1万円以下ぐらいのやつの中で大体レンジでくるでしょ最近だとそうだねうんで最近回転率が早いっていうのを自分でも意識してるのでなるべく長生きしてほしいんですよ <laughs> <laughs> <は>なので ってて考えていくととう、うんね、他のやつだといかんかもしれんねでしょなんか PA 沼ってあるよね1個最近だとこのある安いし手頃な価格で評判もいいしみたいな行ってみるかみたいなふうになりやすいのは結構なんかまあまあ、まあ、シャドウヒルとかの頭あったりからもう,うち怪しかったんだけどうん、うん、欲しい系のやつノールックでいけるよね,ね夢プロダクト系のやつ が、割とそれなりの値段で、今切ってくるから。はいはいはい。で、もとも高かったじゃないですか。まあ、今もね、普通に買ったと高いんですけど。安い時に買ってるから、安いだけで。はいはいはい。そうで,すね、でも、やっぱ、その辺のなんか、思い出補正みたいなのもあって、P. A. は、まあ、やりがちだよね。そう。そういう意味でいくと。うん、ちょっと、私、今年厳しいですよ。厳しい目で、しっかり見てますよ。プロダクト。割と堀田先生、によく言われるじゃないですか。それ、いくつ持ってんの、みたいな。うんうん、うんうん。インドいくつあってもって思ってたんですけど。うん。 いでも同時にやっぱり使えないじゃないですか。でそれまではなんかその自分なりの使い分けルールというかあったんですけど、うん、うんまあそれもどうなのかなというところもございまして本当にそれが必要なのかというのと、うん、あと自分が持っているものと。 絵画に効くものはないのかっていうものを改めてちょっと冷静にに考えるようししまああそうなんだねこうすることでちょっといいことがあって今まで持ってたけれどもよく触ってなかったプラグインとかっていうのって正直あるじゃないありませんうちあんまないかもしれないけど言いたいことわかるようんそれを改めて使ってあれこれいいじゃんみたいな発見が結構あったりしてうん あのー、変わってくると思うんだよね。くは、うん、言い換えると工夫をするみたいな。これしかないからこれでやる。どうするみたいな。うん、でもちろんツール変えるのも一つの手段だと思うんですけど。うんはい、はいはい。そうしていくうちに、あこれはこうしたらいいぞみたいなことが生まれてきますよね。そうですね。うん。うん、結構それは個人的にはよく思っていて。あとはねやっぱり、うん、すげえ当たり前のことなんですけど。うん えー、ちゃんと音量を変え整えて聞く、うん、っていうふうにすると、まあ、プラグインのデモマジックというか、うん、なんか良くなったように感じるところっていうのが音量に起因するところっていうのがゼロじゃないと思うんですよやっぱり。っていうのを、えー、頭では理解していましたけれども、うん、今年は特にちょっと改めて、うん、注意深く聴いている感じはありますね。うんうん、とは言いつつ。 欲しいって言ってポチってしちゃうんですけどね。どちらかというと。<laughs> なるほどね。なんだろうな。割と買う型になってきてるから、あれ一回行くとさ、うん、危ないんだよ。何回も行きたくなっちゃうじゃん。んそう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 。自然体でペイパル決済ができるようになるんですよね。よ良いかどうかはちょっとそれまた疑問なところだと思うんだよね個人的には。<laughs> <laughs> そうですね。麻痺していきますよね感覚は。そうそうそう。なんかあのなんていうの。うん っっっててて言るんですけどこれいうのってなんかそのいろいろさ溜まってくるとさなんかガーンって買い物しようみたいな気持ちになったりとかするのと似てるような感じでこれあんま使わないかもしれないけどこのなだととりあえず行ってみるみたいなふうになるっていうのがいい時と悪い時があってそうですねそうそう PA に関してはそれが結構ある相手がらすぐバウチャー送ってくるし そうですね。なんかんない,ないつも安いわけではないんだけれどもだいたいところどころで安いみたいなねそうそうそう言っちゃうぞバカ野郎みたいになっちゃうんでなんかなかその、うん、変なプロレスラーみたいな感じになってくるからじゃあさ今度じゃあハードウェアとかを買う場合ってどうですかマイクだったりアウトボードとかハードウェアは確実に試しますねでもさ、うん、えっとマイクとかはまだわかるじゃないですか、うん、そのスピーカー問題ってないスピーカーカは うちははめったに買えない理由はそこもあるっすノールックで買えないっていうかその何ていうの例えばお店で聞いてても家で聞いた時と違うってことを知ってるので、うん、<laughs> 悲しいけどね出音の感じはわかるけどさはい、はい、あとは何だろう肌に合うかどうかみたいなところすごい大事にしてしまうのでうんうんうちはあんまり変えれない苦手なんか何ていうのやればできるかもだけどみたいな本当にそれ必要って思っちゃうああなるほどねうん 解像度はさ基本的にモニターーースピーカー高めじゃないですか普通のスピーカーいわゆるそのリスニング用のスピーカーから考えたらうーんそうですねそうですねだからなんかそれじゃなきゃできないわけじゃないよね絶対っていう風に思っちゃうんですよ、ね、やりやすいとは思うんですけどあとさなんかその 今の時代って良くも悪くも先入観ありきで聞いちゃうこと多いじゃないですか、うん、このスピーカーはこういうところがいいみたいなそういう前情報みたいなものを結構持った状態で視聴しちゃうと引っ張られるじゃん引っ張られるで引っ張られた上で何モデルか聞いていくと結局分かんなくなるよねっていうところもあって <laughs> そうだねなんで<あ>結,、うん、結局 うちはお店で聞くってよりかは、うん、なんかそれ使ってる人がいて。うん、それで、ちょっと聞かせてとかって言って、き、うん、聞いていくことが多いですね。どちらかというと。まあ、でも、スピーカーだけで、スピーカーの話に関心になった。でも、やっぱ、そのリバーブの見えとかさ。後ろの奥行きの見え方とかみたいなやつをさ、うん、すごく重視して聞くから。<は>前に出てる音はぶっちゃけ、どんなやつだってある程度出るんだからっていう。 まあね、気持ちになるよねだからなるべく聞きたいっていうかそのさ鈴木さんがそういうムーブになるのも何となく分かるんよ、うん、なんか逆に最近傾向としては、うん、じゃあこれを買おうか悩んでるって時にここ、うん、これがううううだっったら買おてていいいのをつけてるととろはありますよ、うん、の目的というか例えばスピーカーが分かりやすかったらスピーカーだったら、うん、今使ってるものよりも解像度が上のものが欲しいとか奥行きがしっかり見えるものが欲しいとか。うん まあまあパワーが欲しいっていうのはあると思うんですけど。とかっていう例えばプラグイン買う時もそうですよね、うん、あのもっとパーンっていう76系コップが欲しいとかそういうなんか明確なこれっていうターゲットを持つようにしました。じゃないとな,、ねうん、なんとなく新ししいいものっってて、うん、良いようなな気気がまませせんん持ちになってきわ、うん、かるよテクノロジーの力ってすごいからね。 うん、あとなんか気持ち的にもさななりますなりまますす、うん、新しいだからきっといいみたいな <laughs> <laughs> あとなんかワクワクするじゃないですかその新しいツールとか使い慣れたものもいいけれどもちょっとなんかね飽きて苦しい使ってるとみたいなあーそうかうんそこはなんか多分ちょっと僕と鈴木さんの違いになってくると多分割とあなた飽きるんだよね俺,俺あんま飽きんのよ 安定とか安心につながってくるんだよねそこが一回こうしとけばこうなるであろうっていうものがあった上で次のものを探し始めるから飽きるでははなないんだよなうちはそうやって思う時って割と一段落ついてきですよねうんでそこでちょっと今までやってたここ1週間とかの作業を振り返ったりすると、うん、結局なんかいつも同じ自分の中でのルーティーンになってるじゃんみたいな。 いつも同じものを同じようなセッティングで「うん、はいはいこうしときます」みたいな自分のけなんか方程式みたいなところに行ってしまうのが、うん、落ち着くとなんか嫌になっちゃうところがあってへ、えー、チェーンを組むのが好きじゃないってことだ、うん、なんか決まりきったことを作業のようにやるっていうのが飽きてきちゃうんですよね、うん、あーなるほどねあそ,っかそこに頼そっか 難しいなこれなんて言ってんだ、うん、なんでや, <laughs> やってる時にはそれは完成させようとするから、うん、武器なんですよ、うん、メリットなんですけど、うん、落ち着いてフフってやってるとなんか反省みたいなのがあるっていう割とここそこに関してはうちも2パターン用意してるというかさ、うん、時間がない時とか例えば。 こうギリギリの時とかで、こうしておけばいいであろうっていう。そのさ、プリセットみたいなやつは、もう自分の中で持っているわけですよ。はい、で、やっぱ、その気持ちがある程度余裕がある時に変革を求めるので、うん、そうですよね。そう、ギリギリの時になんか新しいの試してしくじってる時間はねえんだよみたいな感じになっちゃうというか <laughs>。<laughs> <laughs> そうですね。だから、やっぱ、そういう風にやっぱなっていくかな。なんか新しいのを入れようとしてる時は、もっとこうしちゃったらいいなっていう風に思ってるやつを試したい時か。落ち着いた時だよね。やっぱ、そういう風なとこで。うん でちょっと切り口を変えてですね。うん、今そういう視点に立ったときに、これ欲しいなって思ってる機材とかってあります？うん、いや超多いですよ。多いんだ珍しい。うち多いよ。今マイクと、うん、ベース本体と、うん、プリアンプ。全部大きいのじゃん。そうなんだよ。<laughs> 困ってんだよ <laughs> 優先順位つけづらいんだよこれ。ああ、えあ、一個一個聞いてみましょうかじゃマイクはなに何今は使ってるのは？あの今の,の TLM 四九はい何が気に入らないの<灰>いいマイクじゃん肺の感じが好きじゃないおおなるほどなるほどあなんだけどまあこれ自分に対してでうん外で使ってもらう分には不満が出たことは今のところないですねうん、うん、いいマイクだよねだ女性にも男性にも使えるし、うん、ナレーションでも使ったしうん、うん、あの不気に強いんですよ結構うんなんであの困んないというかうんある程度どこでも汎用性は効くんですけど 最近自分で、ね、歌って遊んだりとかすることがまあまああったりするわけなんですが、はい、まそうした時にあれですよね楽器と一緒ですよもう楽器うかまあマイクも楽器か <laughs> 楽器だけどもっと自分に即したものが欲しいっていう欲が出てくるんですよね。ってなってきた時に、うん、もっとこうなればいいんじゃないかっていう風なやっぱ所感が出てくるじゃないですか。うん、だからががダメっっていうよりもも自分がもっと いいいやつ欲しいっていうもっと好きな音になる音のものが欲しくなるってこと、ね、そう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 だから買うっていうふうになっている今じゃあ次は、えー、とベース本体はベース本体はこれはもう年単位で探してるんですけど、はい、5弦のベース、うん、4弦はもう大体自分あの自分というかバリエーション持ってるんでうん、うん、ある程度対応聞くんですけど弦なんか <laughs> 珍しくしょベ,ースらベーシストらしいことを言ってるなって思ってるんですけど。<laughs> 基本的に僕道具だと思ってるんであんまりそのねこのほら DW レッスン的には堀田先生がベースのことをなんかや喋ることってあんまりないじゃないですか <laughs> ないかもしれない <laughs> 好きやんなって思っちゃうし俺打ち込むよとかって言ってるタイプじゃんどっちかっていうとそうだね打ち込んでいくからね最初はねとかっていうふうにするんですけどまあそれも結局あれですよ時短ですよだから要はフレーズを考えるっていうふうになやつると プ、うん、レイバックをして録音でどんどん入れ込んでいくっていう時間っていうのを考えると、うん、ある程度その自分のフレーズは頭の中に入っているからとりあえずそこで書いておいて、うん、であとはニュアンスつけたりとか、うん、もっとこうしたらいいんだろうなっていう新しいアイディアを入れたりとかも、うん、その収録の時にできるのでうん、うん、プリプロしてるような感じですよねミディ自体は、はあ。なるほどね、うん とかプリプロ以外というかもっとすごいざっくりしたアウトラインつけるんだったら低いぞの方がいいかったりもするんですけど、うん、タイミング気になるじゃないですかまあねとかっていうのが思っちゃうと、うん、もうとりあえずいい右でいくみたいな感じになっていくっていうふうに本当の本んの本当のあれで,ですけどねじゃあ,あ最後は,は HA は ?HA は一応うちは SSL とニーブタイプのやつがいるんですけどはいいいじゃないですか <laughs> どっちも定番中の定番でそうっすね 好きじゃないですね <laughs> <laughs> なぜ持ってるなぜ持ってんのじゃあそれ欲しかったんだよ <laughs> 欲しかったんです<事>いやだから最初はだか SSL っていいなっていうか夢機材系だったんですよ、うん、その時はだったんでスーパーアナログついたやつが2機ついてるやつを買ってやったってなってたんですけどうん、うん、まあ全体賞じゃないわけじゃないですかこれに関してはやっぱり うん正解はないもんね。うん。でやっぱその穴の入り口によって落ち方が変わるっていうことを知っていくわけですよね。はい、その、はい、D I とか通して通っていくと音の出音もそうですけどどうやってそのあた落たんですかね凹凸ができるというかっていうのがなった時に一応うちに今あるのがそのスーパーアナログと、うん、あのマリエアに変えた要はニブクローンみたいなはカメラボですわな。うんうん、それとえっ、ー、とチューブ入ってる ポンプケンプリみたいなやつがいるんですけどもうちょっとみたいな気持ちになっているっていうのがあって、うん、っていうのがありますねこれも結局自分のその凹凸は作れるんですけど自分の声とか出音に対しての欲求がもうちょっと今来ているのがあって、うん、<う>あとさ単純にさ音の好み変わっていくよね変わるなんかしっくりこなくなるタイミングってやっぱあるじゃないですかあ,あるっすねありますありますそれはすごくわかる。 多分今そそれが本当その感じだと思うベースも結局今別に困ってないんですけど何ん、うん、だろう EMG 積んでるやつで,で自分のその手の形に即したぐらいのサイズ幅でピッチもうん、うん、玄関ピッチもいいんですけど、うん、もっとあるんだろうみたいな。<laughs> でまあ、もう45、うん、年探してるんですけどモアを求めてるわけ、ね、今じゃそうねだか一回これこそ鈴木さんに相談したことあったけどもう,つうん、うん、作るしかないんじゃねみたいな話になって、うん、確かになみたいな気持ちにも若干なってはきてるのもありますやっぱオーダーですよ行き着く先は、えー、なかなかな博打なんでねまあねずうーんって思ってるところもあるんですけどできればそのあるものの中でベストを探したいなってところはあるんですけど、うん、でもほら いい既製品よりも、うん、オーダーしちゃった方が安いっていう場合もあるじゃないですか。ある多いにしてありますよね竿物とかだと。ある,あ,るあ,るある。やっぱだってそのなんだろうねもう自分の中で欲しいスペックってもう固まってるんでその中でどうやったらあのなんですか破綻しないかみたいな。は <laughs> ははいはいはい、はい、<laughs> うちで言うとなんかそれこそ玄関ピッチが狭めのやつかむしろ可変できるやつ、うん、で。可変できるのなんてあんの がまず前提条件で5弦のベースってネック太いじゃん太い。うん、なるべく細いやつ欲しいんですよ僕うん、うん、っていうのがあるんですけどだから5弦フィールを 4, 4弦フィールで弾けるようなサイズ幅のやつが欲しいっていうのがあって<た>うちのやつはでわがままなことを言うね <laughs> やばいだろないんよ全然ないんよで<で>今うちで,で持ってるやつがギリギリなんだよ本当に結構5弦のネックってさ、うん、細いと怖くない強度が怖いとかって言うんだけどうん グラファイトでなっっててればっていう<ー> <laughs> とかスルーだったりとかを自殺してるんですけど、うん、も,うもうこの時点でめちゃくちゃゃくないんですよそうだねそうそうそうで5弦のテンション感も三十ロングスケールだったら、うん、スーパーロングだったらいいんですけどもっとあの張ってほしいんでブリッジ後ろ側に駒落とせないかなとかそういう相談とかをかっつくるんだったらするんだと思うんですけど。うん もう既製品なないですよねねそんなの、ね、まあかなりピーキーな感じかなって思って今後はもうピックアップはだいたいこんな感じになればこうなるだろうみたいなのがあるのでうん,うん,、うん、うん欲しいまたきっとその辺になってくるとアクティブになるしかなくなっちゃうというかパッシブでもいいんですけど、うん、まあできれば可変できて可変できなくてもいいかなうん <laughs> いや分かんないパッシブで語源で使う、うん、今。 現場っていうのがあんまりないからそうそうそう、うん、だったら最初からもうバルトリニーとかでガンってくる感じにした方がきっと綺麗にはまるんだと思うんですけど「うんうん、ホリタオリジナルギターへの道」っていうシリーズが始まりますよこれ <laughs> 今日も打ち合わせは失敗だ <laughs> みたいな長い戦いになるでこれ <laughs> サイズ測っていくからね多分僕最初だ <laughs> で。できますかって聞くやつになっちゃうますいやいいじゃん楽しそうじゃん 確かにスイッチ量はなるべくないほうがいいんだっつって <laughs> みっともダメだ振り返しなきゃいないな今日は 10, 10種類のスイッチを試すみたいな <laughs> いくらなんだよその企画怖えよだからそれこそそういうのを、ね、全部取っ払った上でいいなって言ってたのが最近でしブルーベイカーのペースなんですけどああちょっといいお値段するやつねそうですね全然売ってないんでこっちに <laughs> 出してくれよみたいな <laughs> 買い付けいこう買い付け アメリカ <laughs>、うん、<laughs> すごい世界になってきたなまあでもねそういうふうな感じになってくるとでもやっぱりやめてたんですけどうもうしばらくもうこんなんないよ、うん、同じやつと思ってって思ったんですけど一回なんか欲しいねつってやっぱあるじゃないですかこの波がそこに当たっちゃったまずいよねそうですねなんで見積もりを取った時に多分すごい長文のメールが届くやつになると思った <laughs> 最初から君うちでこういうのが欲しいですみたいな はあうん、でさん散々なこと言ってたくせにジャズ部好きなんでみたいな風になにるわけですよ <laughs> <laughs> ああ今の話だとジャズ部ではてたもんできない話なんだよなみたいな感じになってくるからいや色はサンバーストとかっていやでも本当に本当に <laughs> だってさ探すやつ探すやつさサンバースト系のやつばっか出てくるの <laughs> あ,あでもサンバースト好きだよねな,なんでか知んないけどね ああ自分で分かんないんですよだってキラキラしたやつとかさ結構派手めな方が好きなんですよ僕個人的には趣味的には、うんうん、なんですけどベースに関してだけメインですか茶色黒茶色黒焦げ茶じゃんそう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 本当にそうなんですよあといいとこ別行じゃん初めて買ったベースがアトリエだったんですけどあれであアトリエの昔は赤だったね赤多かったねうんそんなイメージですよね、うん、本んははんかさラメ入ったようなさギラギラしたやつ欲しかったんですけど新<も><ん>スペック聞いてる限りそういう方向じゃん <laughs> な <laughs> なんですけどね <laughs> なんか「親みたいな感じになっちゃうっていう感じのジャズベイのタイプのベース作れますかみたいな感じになってくるやつです <laughs> そこれはジャズベとは呼ばんみたいな <laughs> いやそうなんだよ <laughs> 本当にそうなんでちょっといわゆるコンポーネント系のちょっとなんか変わりた悩みになっちゃうから、うん、そうですねリセールバリューゼロみたいな感じですよ <laughs> 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 お前にしか得してないだろ」みたいなやつになっちゃうんで逆に鈴木さんが今欲しいやつとかってあるっすかえっとですねまだ せい何極地に達してないの？え、あんなにいろいろ買ってんのに。あ、そんなにヘッドホンうち買ってないですよ。えでもだって今うちアダム、うん、えアダムがあって新しい九百 S T のあの光景器があって。りますね。え赤毛の赤いオレンジでしょ？うん。今ね今ちょっと気になってるのがうんフォーカル。フォーカルのヘッドホン？うん。へえー、どういうところがいいの？えスピーカーフォーカルちゃん。うん。同じ音の方がいいのかなみたいな。 っていうのはまあ半分上なんだけど、うん、あのフォーカルの音にもうスピーカーもいい加減慣れて慣れてきっ慣れてそ、うん、<laughs> の辺な話なんですけどフォーカルの特性っていうものがやっぱり所有してみるとスタジオで 3way の聴いてる時よりかはやっぱり、うん、ああフォーカルの音だよねって分かるようになるじゃんやっぱり自分で使うとうん、うん、そうした時に、うん「あのフォーカルの音をするよリスンプロ」とかって言われると、うん、ちょっとな「何?」ってなる。 あまあ、誤差が少ないいいってうででかかすらね同じキャラクターっていうのと定期調味えるよみたいな感じでちょっと興味あるなみたいな高いなって思うけど、うん、安い方はこれなら買えるなって思うんですよ。うん、今いくらああま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 あ、うん、まだねちょっと興味あるなみたいな。 ヘッドホンになったらうち開放型のよりいいやつ欲しくなっちゃうけどな全波とかやっぱ行きたくなるわ HD あ,<ー>あれもいいよねああ夢プロになってくるけどあらへんになってくるとうん高い,いそうですあでもほらフォーカルの高い方だって178万しますようん夢プロだよそれもヘッドホンに178万出します本当にっていうふうになるじゃないですかうんまあそれも開放ですけどねうん今年それこそヘッドホン開放のやつがさか毛、うん、のやつがうちにやってきてですね 楽なんですよ楽だよ <laughs> 疲れないんですよだからそれを考えるとより善破欲しくなってきたなみたいなああ、そうですね解放だとあと何が人気ベイヤーとかベイヤーあとなんだオーテクとかもあるんじゃないかいああ、オーテクもありますね ATH の中で、うん、とかってあると思うんですけど、うん、なんかゼンハイザー昔からその憧れあるんですよ、うん、なんでなんかわかんないだから僕左,左側好きなんですよ右より多分え どどういううういいこことと国でいうとそのヨーロッパ側の方の楽器っていうかアーティストだったりもそうなんですけどおうおうのが好きなので,です、ね、そう,そ,う,そ,う,そ,うそっち側の方のやつの方に何か愛着というかうシンパシーがあるな感じる感じる前半も昔からすごい好きなんですよね。ずっっとやっぱスピーカーカメインでやってるのは間違いないなんでですよ、うん、でもなんでかなって思った時には、うん、よくよく考えてみると900が基準になってたんですよね私の耳ってやっぱり。うん 良くくもも悪そういうことが多いと思うんですけどこれでミックスは無理だよなとあれはレックに使うものだからレック用っていう認識があったのでやっぱりミックスはスピーカーでっていうなんかやっぱり固定観念みたいのがあってでも今のヘッドホンって使い方によっては全然事足りるというかスピーカーよりちゃんとしっかり定期見えたりとかっていうのもあるので。 うん、ちょっとそこの辺に投資するのはありだよねとか今流行ってるやつだとタゴとかうんタゴさんのやつは、うん、まあまあ結構前から俺もガーガー言ってるけど欲しい欲しいっつってるけどあれも実機が見えないからなかなか踏み切れないよね,ね <laughs> そうなんですよ確かにあのなんかねせっかくあれ買うんだったら、うん、この木目きれいなのに行きたいなとかなるしねうん <laughs> 確かにえでもアダムだってすごくいいものなんじゃないの SP5 もすごいスピいいヘッドホンですよ、うん、多分みんなが羨み系のやつだと思うけどプロダクトとしてはでもほらスピーカー4からカルになっちゃったからさなるほどねまとめとしては何を基準に選んでますかっていうところに行くと戻ると、うんうん、最近の私としては、はい、今自分が持ってないものか、うん、これは欲しいって言ってそこに引っかかるものっていう基準ですねうん。あまり値段と、うん、そのプロダクトに引っ張られないっていうのを心がけてますうん、うん そうかっ,っていう自分でそうやって言い聞かせようって思ってこのテーマにしました今回 <laughs> 今しめになってた <laughs> そうそうそう40分喋ってそれかよって感じなんですけどいや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 ,いやなんかでも少しでもねこうあれになれば <laughs> 割とでもさそのね本当カゴハイになってる人って結構いると思うんだよねいやそうですねあれもこれも行こうみたいなで結局使いませんでしたわみたいな本当かそれっていうふうなやつを一回でもねでも試してみないと分かんないとこもあるもんな そうなんですよ試すと欲しくなるのもある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 すごいあるっていう時に、うん、本当にこれは君の欲しいものなのかいって思うようにしようって、うん、そうですねいい教訓になっていると思います、はい、<laughs> ここでいくつかいただいたコメントをご紹介してみたいと思うんですけれども、はいはい、まず19.5回っていう回数になってるんですけど実は、うんうん、SSL のネティブエンセシャルバンドルの回ですねはい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 、はい いくつか SSL のチャンネルストリップ試してきましたがおっしゃるように本家は違いましたねお経由もれずしかもなじむ素晴らしいということですね、うん、その通りですよねあれは<敵>いいものですよ、うん、あれってんか <laughs> こんなテーマで喋った後で言うのも何なんですけどノールックで買って全然困んなかったというか、うん、えと即大好きですってなったっていう最近珍しいタイプのやつ誰人とも吸い込まれていったやつですそう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  <laughs> 迷わず課金みたいな。<laughs> あとは購入しましたって是非使用方法、うん、検証動画お待ちしておりますっていうことですね、うん、ま使用方法に関してはあの SSL のチャンネルストリップ自体の使い方はあんまり変わらないので、うん、WebS の EV2 チャンネルの時の動画をご参考いただければ大体使えるかなとは基本は思います、はい、で過去のちょっと前のものなんですけれどもうん、うん、長く使ってる機材やプラグインありますかっていう動画 はい、15回ですねこちらにコメント頂い,いてましてはい、はい、私はハードだと最も長いのは SC88STPro 過去2代目 2>、うん、と UA4FXUA30 UA、うん、は壊れて買い直しです、うん、今やっと VST プラグイン版のサウンドキャンバスを手に入れたので SC88STPro の出番はなくなりつつありますが、うん、UA4FX は相変わらず元気ですソフトで長いのは昔のケイコク今のケイコクですかね軽を捨てられない結構 軽っていう言葉が出てくるってことは長いユダさんですね。ユエ 4FX も売れましたからね一時期。今でいうあれですよ。あのヤマハさん。うんうん、なのんみたいな感じで基本みんな使ってるみたいな。一興だったよねだって。一時はね本当に多かったですね。ニューロケイクウォーク的な感じの流れのやつでガンってずっとあったイメージですけどね。うん、<laughs> ありましたね。うんうん。 次はあと20回の「あのオーディオインターフェースのおすすめ2022年版」ですね。はいえー、自分は Windows10 環境の s t u d i o イ5でシンフォニーデスクトップを使用していますが、うん、自分の環境下においては特に不具合や相性問題など出ておらず安心して使えております。ううカスタマーサポートに問い合わせたところによれば今後 Windows11 にも対応する予定らしいのでうん、うん、Windows だからアポジ製品不安という方にも試していただきたいですと。過去、うん、気軽に試せる価格帯でないのが惜しいところですがっていう。うんうん ブラックライオンは RMAA ノイズとか測定値が軒並みよくないけどどうなんでしょうね音は数値で測れないといいますが低価格帯並みだと心配になります、うん、ユーザーを考えて何かと問題のない多いアンテロープが、うん、おすすめに入っていなかったのはよ安心できますね、うん、ということですねまあでもアンテも決まっちゃえばね全く問題ないんだと思うんですけどね本当ですかええだってちょっと使ってる人はいるもんえ使って 実際だからそこにファンもいるし、うん、とは思うんですけど最初のおすすめっていう意味で言うとさ使いやすさだったりとかさ安定性もやっぱり考えちゃうじゃないそうですねある程度やっぱりそのリスクを承知して使える方っていう前提がついちゃうので、うん、うんって感じですかね個人的には。そうだね で測定値に関しては正直わかんないわかんないですとしか言いようがないですね。えっと個人的には全く気にしてなくてそういうのって、うんうん、うんうんうん。あんまり数値で見てわかることはないかなとは思っているのですが。ーね、突然シャーって言ったらね、それはそれで問題だしね。うん、そうね、その <laughs> そんなわけあるかってなるやつでしょ。<laughs> 露骨にそれはね、そういうことがあったら問題ですけど、うん,、うんう,んうん、うん。っていうのでなければあんまりそのスペック的なところ数値でのっていうのは。 私はあんまり重要視しないですかねうちもそこに関してはうーんかな、うん、まあいい方がいいのかもしれませんけど、うん、それよりかはフィーリングですかねどちらかというとそうだねはいで21回目やっちゃったなーなんて失敗談の時で「どんぐる俺もやりました」っていう「友よ、うんはい、友よ」友よって感じですね <laughs> もう強敵と書いて「友ですよそれはそ、ね」まあまあでも思い出してみると <laughs>、うん、私も劣化 外でロックする時最近ロジックでとも取っちゃいますけど、うん、ツールズも使ってた時とかはやりましたねアイロックないとかいや絶望ですよねれ本当にもう思い返したくないぞ嫌 <laughs> <laughs> だよ <laughs> 気をつけていう感じでございましたはい 今回のポッドキャストについての感想、ご提案等のコメントお待ちしております。はい、YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメント欄から、ポッドキャストでご視聴の方は Twitter もしくはホームページの問い合わせよりお気軽にコメントをお寄せください。はい、それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。